その願い、この宿が確かに聞き届けた。悲願の声が聞こえるのか。もしもし警察ですか？あの、自分のこと神とかいうジャージの変な男。待て、俺は正真正銘八百万の神の一人、宿神だ。人が息づく死願とその対となる悲願、いわばお前はその二つの狭間にいる人間になった。ヤトさんは神様なんでしょ？助けて。はい、デリバリーゴッドのヤトでございます。あんた本当に神なわけ？あなたって最低。善悪は人が決めるが、神そのものにそれらはないんだ。つまり神様はね、何をしてもいいんだよ。何者を傷つけようが、あやめようがな。俺は何をすれば？木を呼んだら来い、名を呼んだら戻れ。来い、接近。我、ヤトナミキタリオリ、石器を持って砕き伏せ、草草の触り汚れを打ち払わん。